ウ川温泉の位置、ウ川温泉は、京都府京丹後市丹後町、ウ川久志像にある温泉。丹後半島の先端近くの海を望む高台に、一致する。ウ川温泉吉谷の里のみの営業。ウ川温泉前景日帰り入浴施設兼、宿泊施設である、ウ川温泉吉谷の里のみの営業。丹後町では、初めての温泉施設でもある。ベッド、固定時風宿泊施設が併設される。 京が岬にほど近い海を望む高台に位置し、露天風呂から日本海に沈む夕日が一望できる。温泉は地下線2 0 0メートルから流出する pH8.69 のアルカリ性の泉出の弱アルカリ単純泉。日帰り入浴施設の浴場は天然気をふんだんに使った宇宙や日本海や竹林を望む露天風呂などからなる。浴場は海の温泉、竜宮並びに 山の温泉、工具夜があり、日替わりで男湯と女湯が入れ替わるが、海の温泉、竜宮からは、夕日が望める。館内滞在中であれば入浴レシートの提示で、何度でも温泉に入ることが可能。館内の農産物直売所浴場露天風呂からは、日本海が望め、高台にあるため開放的な雰囲気。露天のみならず、内湯やサウナからも海が見え、夕方の落日時は、 海に向かって左側から夕日が差す。目の前ぱいに竹林が広がり、山の雰囲気が味わえ、海の温泉、リ宮ウグウとは異なったコンセプトによる演出が施されている。宿泊施設儀をふんだんに使った館内天然記をふんだんに使用したデザイン性豊かなアジア的雰囲気のコテージタイプの宿泊棟に7部屋の客室があり、 海側の部屋には、海の見えるテラスや海にせり出したデッキが造影され、遠くに、潮騒が聞こえる。山側の部屋からは、緑因が望め、のどかな田園風景や山並みなどが望める趣向となっている。2019年4月からは、宿泊客が管理栄養士のサポートのもと、ファスティングができる一泊二日プランを開始、レストラン解析、カニ、鮮魚料理のほか寿司、 創作和洋朝食などが提供される。マルシェ野菜直売場が併設され、地元お家生産の野菜や加工品、地元特産品、土産物などが販売される。その他、芝生広場、大広間などがある。また、敷地内のパン工房で焼いたパンの販売も行われる。海が見えるラベンダー、畑2019年6月22日、地元の女性たちで作る、海の見える。 ラベンダー畑の会によるが、海が見えるラベンダー畑開園、摘み取り体験やスティック作り、ラベンダー教室、花の配送サービスなどが始まる。肝の体験近年増加傾向の外国人、観光客向けに肝の体験サービスが提供される。着の意識、及び着付け、簡単な髪結いがセットになっている。日本海が一望できる、デッキその他などのアクティビティが開催される。 丹後松島 ABC、京丹後ナビ、宇川温泉吉屋の里。2020年2月11日閲覧。ABCDEFG う川温泉吉野の,の、里公式サイト。宇川温泉吉屋の、里公式サイトマイナス宿泊胸のお部屋。2020年2月11日閲覧。宇川温泉吉屋の里公式フェイスブック。2020年2月11日閲覧。 北近畿経済新聞う川温泉吉野の里。2020年2月11日閲覧。毎日新聞ラベンダー会バックに、京単語、う川温泉に畑オープン。京都2019年6月23日。2020年2月11日閲覧。AB う川温泉吉野の里公式サイト。ありがとうございます。